この4年間、特に今年は誰もが大変な年になっていますが、そんな中でもこのスタマイが無事に4周年を迎えてくれたこと、嬉しく思いますね。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公の名前はクソガキユイと名付けてプレイしております。今回は4周年記念イベントストーリーをお届けです。ヒロインに向けたビデオメッセージがテーマの物語でして、苦情家メンバーからのメッセージが途中になっておりました。早速続きのストーリー3をご覧いただきましょう。どうぞ。九条家の使用人、宮瀬剛さんからのビデオメッセージです。あなたと彼女の出会いを教えてください。どんな出会いでしたっけ？はい。九条さんをスカウトしに、ここまで訪ねてきたクソガキさんをお迎えしたのが最初です。まあ、案内人でしたもんね。クソガキさんはかなり緊張、というか、もはや警戒と言った方がいいほど気を張られていましたね。まあ、九条家は闇家業と聞かされてきましたからね。まあ、その部分での先入観というか警戒はあったでしょうね。どんな印象でしたか？まあ、みんな第一印象は良くなさそうでしたが。そうですね。想像していたよりも随分と可愛らしい方が来たなと思いましたが、礼儀正しくて誠実そうというところは電話口の印象そのままでした。ただ彼女を見ていると、ほんの少しの居心地の悪さのような妙な感覚があって、それが焦りであることとその理由を自覚してからは、僕はクソガキさんの存在を恨めしく思うようになりました。含みのある言い方をしますね。だからあなたのような人にはここへ来ないでほしかった。本当の九条さんを見ようとする人なんて現れてもらっては困るんだと。スタンド所属についてクソガキさんが2度目の交渉に来た日、九条さんは予想通り期待など一かけらも持たせない応じ方をしたようだったが、大雨で帰れなくなった彼女を一晩泊めることには反対しなかった。それも予想通りだった。では夕食は7時頃にご用意します。苦手な食材や味付けなどの好みがあれば遠慮なくどうぞ。大丈夫です。ありがとうございます。わかりました。お客様に召し上がっていただくのは久しぶりなので少し緊張しますね。お口に合うといいのですが。お料理も宮瀬さんがされるんですね。ええ。清掃に関してはさすがに一人では手が回らないので週に何度か人を呼んでいますが、それ以外のことは基本的に一通り僕が。それ以外は一通り。ということはお庭のお手入れも？はい。そうなんですね。あれだけ立派だと水やりだけでも大変じゃないですか。うん。お部屋の広さと同様、お庭も相当広いでしょうからね。いえ。確かに時間はそれなりにかかりますが、あまり苦ではないですよ。手間をかけた分綺麗に咲いてくれると達成感がありますし。お花お好きなんですね。そうですね。九条さんもですか？え？その質問に心臓がドクンとなった。心地いい高鳴りではなかった。僕はお聞きしたことがありませんが、そうおっしゃっていましたか？あ、いえ、そういうわけではなく単純な質問でした。その九条さんってどんな方なんだろうなぁと。それがわからないままでは今以上のお話はできない気がしているので。そうですか。うん、こんな出会いだったんだね。この人はいずれ九条さんがどんな人間かを見抜いてしまうだろう。うん、ただの闇家業の人というわけではなく、九条さんなりの正義を貫く人間だというところでしょうね。焦りはその予感でした。だからその前にやると決めたことを遂げなければと思いました。まあ、これはね、宮瀬さんのお母様の恨みを晴らすというところですよね。それはあなたが現れなければ俺はそれを遂げていた。うん、まあ実際ね、そういう意味では九条相馬さんも悪役と捉えなければならないという宿命を背負っていたわけだよね。そのことに対してお礼を言うべきなのか恨み事を言うべきなのかは、
きっとこの先も一生わからないけれど、九条さんの真実にあなたが近づいていくたび、俺は心のどこかで安堵していた気がするんです。まあ実際ね、九条相馬さん自身は何も悪くないわけですからね。今は彼女のことをどう思っていますか？心境の変化ですよね。今俺がここにいるのはクソガキさんのおかげでもクソガキさんのせいでもありません。そうですね。ただあなたが九条さんと出会ってくれてよかったと思っています。まあ実際ね、まあそういうお家騒動っていうのはね、まあ自分自身の問題、当事者間の問題じゃなくて、まあ親同士の問題だったわけですからね。まあちゃんと宮瀬剛さんと九条相馬さんがその人個人同士で、まあ関わり合うことができたのは、このヒロインのおかげではあるとは思いますよね。本当に。なんて綺麗事ですね。どうぞ笑ってください。そして九条家当主九条相馬さんからのビデオメッセージに続いていきます。あなたと彼女の出会いを教えてください。どんな出会いでしたっけ？ふむ、あれは新規の投資先から招待を受け参加した戦場パーティーで、挨拶しておきたい知り合いも少なく早々に客室へ戻るところだった。受け取ったまま持て余していたグラスを返そうと、目の合ったボーイに向かって軽く上げた手が他のゲストと接触し、私は偶然そばにいたあなたの服にワインをこぼしてしまった。まあ、偶然の出会いでしたよね。どんな印象でしたか？まあ、どんくさいとか思われていないといいですけどね。そうだな。その立ち振る舞いから、ああした社交の場にはあまり馴染みがなさそうだとは思ったが、悪い印象はなかった。あ、そうだったんだね。ただ何かあれば連絡をと渡した名刺の電話番号に、少し後になって連絡してきたあなたがマトリを名乗ったと豪から聞いたときは、あの一件はきっかけ作りの仕込みだったのかと少し疑った。そうだったんですか。ゆいのやつらしくねえせこいてよ。まったく。勝手に興奮するな、座れ。そういう可能性があると疑ったと、それだけの話だろう。今の彼女ならともかく、あの頃のクソガキにそういうことがうまくやれたとは到底思えん。まあ冷静ですね。そうですね。ああ、実際に屋敷を訪れた彼女と向き合った時点で、その可能性は限りなくゼロだろうと私も考えを改めた。2時間以上かけてここまで来たお姉さんを5分で返したっていうあの日ね。だからこう言っても信じられないかもしれないが、再会したあなたの印象もまた最初と同じく決して悪くなかった。ほう、そうなんだ。まあ、5分で返したからむしろ悪いのかなと思ってましたけどね。後ろぐらい思惑を抱えて話す人間はどんなにうまく取り繕おうと言葉が濁るもの。あなたは、あなたの言葉は美しかった。ほう、詩的な表現をしますね。ほう、月見酒か。ああ、今晩は空が明るい。手が離せない件はもういいのか？ふむ。片付いた。少し待たせたな。いや、気にすることはない。急に来たのは俺の方だ。うん、これは完全に裏話ですよね。メインストーリーでは描かれていなかった会合ですね。それより宮瀬に聞いたが、昨日クソガキが再度スカウトに来たそうだな。しかもそのまま止めたと。ああ、ひどい雨だったからな。キロで行方知れずにでもなられては目覚めが悪い。それだけか？うん？それ以外に何が？九条、お前は嫌いじゃないだろ、ああいう目をした人間は。そうだな。出会い方が違っていればいい関係が築けることもあっただろう。うん。自分が九条でなければか？おかしなことを言う。九条でなければ私は私ではない。それはこの私としてではなく別の誰か、ただの一人として出会っていたらの話だ。星の綺麗な夜に杯を組み交わして何気ない語らいをしたり、貸し借りを気軽に作り合ったり、身内のささやかな催しに招待したり、そういう
ごくありふれた友人としての付き合いがあり得たかもしれないというのは。だから九条相馬として出会った以上あり得ないと。本当にそう思うか。ふむ、やはり少し待たせすぎたようだ。ゴーに紅茶の用意をさせる。話の前に酔いを覚ませ、飲みすぎだということね。今夜は夢を語りに来たわけではないだろう。そうだな、もらおう。まあ、紅茶は好きですからね。檜山はおそらくゴーと同じに、あなたと私の出会いの先に私にとっての光を見ていたのだろう。まあ、情報屋さんですからね。檜山さんはそのゴーさんとの関係性っていうのも、まあ、ある程度見抜いていたんでしょうし、まあ、その上でそういう風に言ってたんでしょうね。しかし同時に私がそれを望まないこともよく理解していた。だからあえて言葉にする必要はないと思っていた。うん。まあ、檜山さんはね、まあ、情報屋として情報を得ることもそうだけど、その扱い方も上手ですよね。そんなことはありえない。あってはならない。誰より私がそう思っていた。だから自分の行き先にこんな未来があることなど想像もしていなかった。まあ、罪滅ぼしとして生きてきたわけだから、まあ、幸せになってはいけないみたいなね、背負う思いもあったでしょうからね。今は彼女のことをどう思っていますか？次の質問ですね。まあ、どう変化があったかだよね。そう呼ぶことが許されるのならば、私はこれからもあなたの友人でありたいと思う。星の見えない夜にも杯を組み交わし、雨に帰路を立たれなくとも共に夕食を。ふん。そうしていつでもあなたを迎える。まあ、理由なんていらない関係性ということね。この場所で家族と共に、この九条家と共にってことね。はあ。そして瀬尾研究室編に続いていくわけね。ああ、ない。そんなわけあるか。早速早乙女さん不機嫌そうですね。奥の棚の上から睨め、向かって右端の黒い、黒いカゴだ、白じゃない。ほら見ろ、あっただろうが、10秒で戻ってこい。たく。おい寝たろ、働かないならせめて全部ソファーに収まれ。足が邪魔くさい。お母さん感満載ですね。うん。ふわあ、あ。ん？あれ、カメラ動いてる？ああ。念のためのテストだ。瀬尾さんが何かの景品でもらってきて、そのまま放置してたやつだからな。じゃあ。ん？何してんだよ。ほら、せっかくだから。ゆいさん、イクトさんだよ。いいか。ジロジロ見てんじゃねえぞ、アンポンタン。ここ、ヒカルくんに照れ隠しですって文字入れてもらわないと、編集が大変ですね。はぁ？させるか。競技のテロップを表示するな。ただいま。はい、三脚。って。あれ？もう撮ってるの？うん。こういう始まりも面白いかなって。うん、斬新だね。なるほど。確かに、いいかも。でも素の表情が撮れそうですよね。スナップショット的なね。ヒカルだよ。また、後でね。次は、イサギくん。俺はいいから、後で。さすが、素早い。足が速いからね、イサギくんは。じゃあ、うん。移動していきますね。瀬尾さん。ちょっと、開けてもいい？うん、瀬尾さんが最初の出演者ですかね。ああ、どうぞ。さあ、どんな話をしてくれるんでしょう。おや？テスト撮影かな？うん。本番。瀬尾さん、呼びかけて、始める前の挨拶。俺からでいいのかな。イクト君が準備してくれているようだったけど。大丈夫。長くなりそうだから、瀬尾さんの方がいいと思う。おい。聞こえてるからな。瀬尾さん、どうぞ。じゃあ、手短に。今、映っている俺は、つい先月、君に会ったばかりなんだけれど、それでも随分と時間が空いたような気がしているよ。君は元気かな、クソガキさん。うん。どういう経緯でこのビデオレターが作られているか、まだ明らかになっていないんですよね。どういうことなんでしょう。
さて、そんな感じで手短に挨拶は済まされてしまって、イクトさんの気持ちも気になるところではありますが、河合ひかるくんからのビデオメッセージに進んでいきましょう。あなたと彼女の出会いを教えてください。まあ、これはね、シーズン0でも描かれておりましたが。そうだな。ゆいさんが瀬尾さんに会うために、この研究室に来た最初の日、図書館に行こうとしてドアを開けたら、ちょうどノックしようとしてたゆいさんがそこにいて、僕がぶつかっちゃったんだけど。だけど、ゆいさんの方がすみませんって先にしゃがんで、落とした本拾ってくれたんだよね。僕より慌ててるから、あれ、ぶつかったのこっちじゃなかったって一瞬考えちゃった。まあそんな出会い方でしたよね。どんな印象でしたか？まあシーズン0ではね、まあここで流れが変わりましたみたいなね、話をしてくれていましたが、どういう風に言うんでしょう。素直そうないい人かな。あと嘘とか隠し事がちょっぴり苦手そうだなって思った。当たり障りのない回答だな。今日バーナム効果を狙ったしょうもない星占いでももう少しマシなこと書いてあるぞ。まあ難しい言い方をしていますけれども、バーナム効果っていうのは誰にでも当てはまりそうなことを言って、あ、私当たってるかもってね、その人に思わせるような、まあ基本手法ですよね。特別ひねくれた怒りんぼさんを毎日近くで見てるから余計にそう感じたんだよ。皮肉な言い方しますね。なるほど。おい、こっちを見てうなずくな。まあよく話すようになってから思考の展開がちょっと独特の人だなって気づいた。口下手じゃないし、ポンポンって言葉を返すのはむしろ得意そうなのに、口に出す前にすごく考えてるなって感じる場面が結構あって、まあその点ではヒカルくんと似てる部分かもね。でも僕はその考えるタイミングに法則性をなかなか見つけられなかったんだよね。だから面白いなって。僕はユイさんにすごく興味を持ったきっかけはそれだったんだ。うん、ユイさん、ベル曲線って知ってる？懐かしいね。そんな話していましたよね。サムネにもしました。研究室のメンバーである僕ら全員が賛成すればスカウトを受ける。瀬尾さんからそんな条件を出されたユイさんは、それから数日後、まずはお互いを知るところからと一緒にお昼を食べようと誘ってくれた。タワ系な最も基本的な分布の形って言われてるけど、これベル曲線のことね。僕はマジョリティがどこにあるのかを示す物差しになるものだと思ってる。マジョリティ、多数派ね。マジョリティ？お弁当を食べながら思いつくまま気軽に話す。そういう風に見えるよう少し気をつけながら、僕はずっとユイさんを見ていた。身長とか顔とか持って生まれたものはさすがに覆らないけど、それでも何が上にいるのかを知るだけで、そこに自分を寄せていく最適解が見える。それが数値化された無意識？これは思考整理の間。うん。さあ、人付き合いはいかに曲線の頂点に近い場所へ自分を置けるのかの実験とまでは言わないけど、やっぱり学校は面白いよ。特に大学は人がたくさんいるから、うん、こういう風に思っていたんですね、裏ではね。まあヒロイン目線で展開されてきましたからね。そっか。あ、今のは考えた結果言葉を飲んだ間だ。なんだろう、どれが引っかかったのかな。うん、この辺ね、シーズン3を合わせて見ていくと答え合わせができそうですね。僕の話は一旦終わりだと示すようにプチトマトを頬張ると、ユイさんもそこで止めていた箸を動かした。ご飯と一緒に僕の言葉を咀嚼しているようにも見えたので、少し待つことにした。すごいな。ん？いや、そのなるべく頂点に近いところに自分を置くって話がね、自分がどこに立ってるかどこに立ちたいかがはっきりしてるからできることだなって。うん、なるほど。え？なるほど。スカウトする上でも大事なことだなぁと思ったの。へぇ、そっか。なんであの話からそこに思考が飛んだのか、なんでなるほどなのか、僕はよくわからなかったんだけど、
まあこの時ね、ヒロインが思っていたのは確か、まあヒカルくんはね、分かりやすそうで一番難しいタイプかもしれないって思っていた頃だよね。でも、それから、あともそういうことがたくさんあって、わからないが積み重なった先にユイさんの形が見えてきたんだ。理屈じゃ説明できないところがあるだけで、この人の思考は全然飛んだりなんかしてない。だからちゃんと全部繋がってるんだって。まあ芯のあるキャラクターですよね、このヒロインはね。そして今は彼女のことをどう思っていますか。まあどう変化したかってところですよね。そうだな、人のいいところを見つけるのが上手で、褒めるのも上手で、でも褒め言葉を受け取るのはちょっと下手っぴで、あのね、ユイさんは僕にその可愛さを見習わないとってよく言ってくれるけど、見習わなくてもユイさんはもともと可愛い人だなって思うよ。これはお世辞じゃないから、そのまま受け取ってね。まあ苦手なのを分かって褒め言葉を送っているわけね。そして宝生潔君からのビデオメッセージです。あなたと彼女の出会いを教えてください。どう答えるんでしょうね。そのいつもの通り授業が終わって研究室に行ったら、瀬尾さんと生人さん、シオンだけじゃなくて初めて見る方がいて、それがクソガキさんで、挨拶をさせてもらったのが最初です。そんな感じだったね。どんな印象でしたか。第一印象気になりますね。あんま口に出さないからね。新しく発足した捜査チームに瀬尾さんをスカウトしたい、そのために研究室のメンバーの許可を取ることになったと説明された時は、意見をまとめた上で代表して生人さんや河合さんが対応するんだと思ったので、一人一人と話をする予定だと聞いて、心臓が止まるかと、自分にも責任があるんだと思っていたんだね。確かにとても驚いていたね。生人さんは危険最悪って感じだったし、シオン君はぐっすりだったし、ユイさんあの時はこれからどうしようって思ってただろうな。まったく、こっちはどうしてくれようかと思ってたけどな。笑い事じゃないんですよ。まあ生人さんは置いておいて、潔くん、それで確かにそれてしまいましたね、本筋からね。ユイさんの印象どうだった。すみません、あまりのことに動転してしまい頭が真っ白になってしまったので、あの時のことはほとんど覚えてなくて。でも人と話す時にちゃんと話しかける人なんだなと思いました。俺はあの時目を合わせるどころか顔も上げられなかったのに、そんな俺にもしっかり言葉をかけてくれていたのが分かったので。うん、それ分かる、ユイさんはいつもそうだね。はい、本当に明るくて前向きで、自分のようにうつむいてばかりの人間とは何もかもが違う、遠い存在だと思いました。潔くんから見てね、ヒカルくんが眩しく見えていたように、ヒロインのことも眩しく見えていたんだね。クソガキさんと一緒にとんでもなく眩しい人がやってきて、これはカグラさんのことを指しているかな。固まって何も言えないでいるうちに、服を着替えて写真を撮ることになった。そう、モデル探しをしてたんだよね。なんだ。え？心配そうな表情でこっちを気にしてくれていたクソガキさんが、ふとこぼすように言った一言は、よく聞こえなくて、それが自分に向けられたものだと理解できたのは、河合さんが言葉を添えてくれたからだった。潔くんの目綺麗だよね。これちゃんと潔くんに伝わるように空気を読んで光くんは言ったんでしょうね。俺の、あの、全然そんな、あの、綺麗とかじゃ。え、綺麗だよ。普段は前髪で隠れちゃってるからもったいないなって僕も思ってる。河合さんは褒めると見せかけて人を非難するようなことはしない。分かっているのにいつもと同じ、俺は勝手に身構えて先回りをして言い訳をした。すみません、前髪鬱陶しくて暑苦しくて。あ、いやいや、そういうことじゃないと思うよ。確かに
隠れちゃってるとせっかくの目は見えないけれど。でもその髪型も似合ってるから短く切っちゃうのもそれはそれでもったいない気がするし。え？普段は隠れてるからふっと見えた時に余計綺麗に見えるのかも。ない方がいいとクソガキさんは言わなかった。考えてみればこの人が誰かを何かを否定するようなことを言うのを、些細なことを含めてもまだ一度も聞いたことがない、むしろ否定どころかね、肯定してきますもんね。あのさ、ない方がいいのにって責められると思った？え？帽子を選んでいた神楽さんが俺にだけ聞こえる声でそう言った。そんな裏エピソードがあったんだね。それからないから。それはとても優しい、迷いも疑いもない声だった。彼女はそんなことしない。短い一言にこもった信頼に息が詰まるのを感じながら、ほんと無駄が省かれてますね。恐る恐る視線を上げてクソガキさんの方を見た。まあ、こういう言葉の方が刺さるんでしょうね、イサギくんには。今までで一番はっきりとその輪郭が見えた気がした。うん、そんな感じだったんだね。その今よりもっと周りの全部が眩しくて、自分を見る誰かの目を見るのが怖くて、目に入るだけで苦しくて、いつもうつむいていました。それは実際に顔が上げられなかっただけではなくて、気持ちもそうで、俺にとって前髪はそういう自分を隠すもので、守ってくれるものだったので。だからずっとお礼が言いたかったんです。まあ自分にとっては大切な前髪ということでね、まあそれを否定されなかったことが嬉しかったということね。あの時は言えなくてすいませんでした。ありがとうございます。あんな風に言ってくれてありがとうございました。今は彼女のことをどう思っていますか？まあもともとね、印象も悪くなかったわけですが、どう心境は変わっていったのかなっていうのね、気になりますよね。明るくて前向きで、でも瀬尾さんと同じで無理をするのが上手な人で、だからできればできるだけしないで済むようになればなってほしいと思います。俺にできることなんて本当に少ないんですけど、優しいね。でもできることがあったらやらせてください。何度も背中を押してもらったお返しがしたいので。そして早乙女育人さんのビデオメッセージに続いていきます。あなたと彼女の出会いを教えてください。毒づいて言いそうですけどね。ああ、小一のチビだったお前が年上の俺に慣れ慣れしく強引で話しかけていたのが最初だ。うん、まあ3歳差ですから、早乙女さんは小4の頃ですよね。瀬尾さんのスカウトを機に再会した時、お前は一切気づかなかったけどな。まったく、こっちがわざわざ改めてフルネームを名乗ってやったのに、ふざけた魚豚顔しやがって。あのことは生涯根に持つからな。イクトさん、相当ショックだったんだね。うん、自分がすぐ気づいた分余計悔しかったんだろうね。おい、口を閉じてろ、ジャジャイレコンビ、しまいには画面から追い出すぞ。まあそんな感じで言われておりますが、どんな印象でしたか？どう答えるかな。そうだな、変わったのは背丈と髪型ぐらいで、言うこともやることもランドセル背負ってちょこまか走ってたチビ時代そのまんま、曲がらず何一つ変わらず、そのまま大人になったようにしか見えなかった。否定されたり傷つけられることのないお花畑ですくすく育った女だから、お前が善人パワーや能天気なポジティブさを発揮するたびにイラッとしたし、全部態度に出した。俺はそんな俺にすら必死で歩み寄ろうとするお前を見るたびにしばき倒したくなった。え？カカは照れ隠しですってテロップ入れたくね。うん、なんならもうずっと出しておいてもいいと思う。編集が楽になりますね。おい、だからやかましいんだよ。そしてこちらは回想シーンになるかな。
疑問形の初めましてで喧嘩を売られた再会の日以降、顔を合わせる頻度が上がっても一向に気づく様子のないクソガキに日々イライラしていたが、ファルコン5赤い翼、うん、クソガキ戦、俺のスタンド所属カッコ仮がかかった重要な試験期間、観察係なんていう生意気な肩書きで同行していたクソガキは最悪のタイミングでひらめいた。肉とお兄ちゃん、まあ、ファルコン5っていうのはね、そのイクトさんが好きだった戦隊ものの話ですよね。おのれハッピーアンポンタ、どうあっても俺の邪魔をしたいらしいな。そっちがその気ならこっちにも考えがある。肉とお兄ちゃんベーコンレッド、不名誉極まりない昔のあだ名を大声で周知されたからにはあいつにも相応のあだ名をつけてやる。だから変なあだ名をたくさんつけるようになったんですね。そう考えながら黙々と資料を棚に戻す作業を進めているうちに、運んできた段ボールはすぐに空になった。すいません朝霧さん、何かお手伝いできることはありますか？え、もう全部終わったんですか？仕事が早いですね。まったく、観察係の方が遅れを取るとは。ふ、報告の必要があるかもしれませんね。あとこれだけ、これだけ向こうの棚に戻したら終わりなのですぐです。まあね、この観察係っていうのもちゃんと全うしないと安泰の、まあ、立ち位置じゃないですよっていう風にね、まあ、釘は刺されていたんですよねこの時ね。雑務処理のスピードで俺に張り合おうなんて100年早いんだよ。クソガキさんはいつも一生懸命でどんなことにも熱心ですね。そっか、ここではね警視庁メンバーがいるから外面モードなんですね。まあ、二面性のあるキャラクターですよね。身内にはどんどん毒を吐いていきますが、見ていると自分も頑張らなければという気持ちになります。ええ、そうですね、仕事ですから一生懸命なだけでは褒められませんが、いいぞ、全くもってその通りだ。手厳しいですね。まあ、あの熱心さに動かされるものがあるという点は否定しません。ああそうだろうな、いつだって頑張りも熱意も正しく解釈される。誰にも疎まれないし疑われない、あれはそういう人種だから。否定されたり傷つけられることのないお花畑ですくすく育った女、まあ、当時はそう思ってたんだよね。いつだって頑張りも熱意も正しく解釈される疎まれない人種、その認識は誤りだったって宣言の上で修正して謝罪も済ませた。だが正しくない認識でお前を理不尽に責めたことはこの先も忘れる予定はない。うん、自分のことを忘れられてたっていうことも忘れんなよって言ってる代わりに自分もちゃんと責任を持っているんだね。俺がもしお前の立場で俺が言ったようなことを他人に言われたとしたら、どんなに謝られようが一生許さない。だから許さないどころか礼を言ったお前が今でも信じられないし、あのバカみたいな鼻垂れ顔も、まあ、その時ね泣いていたシーンが懐かしいですね。ずっと覚えてるからな。今は彼女のことをどう思っていますか？変化はありましたよね。自分は忘れっぽいくせに、妙ちきりな言動で何かと人の脳のリソースを食う迷惑な女。まったく、そんな奴に仮を作ったままなんて俺の未来に影響が出る。のしと利子と貸し付けて返してやるから、もたもたしないでのんきな面で初対面やり直しに来い。2回も3回も一緒だ。お前の度忘れなんかこっちはもう慣れっこなんだよ。うん、なんか意味深な言い方ですね。そして日向紫音くんからのビデオメッセージに続いていきます。
あなたと彼女の出会いを教えてください。どんな出会いでしたっけ？イサギくんと同じで、研究室で紹介されたのが最初のはず。いや、あの日はお前クソガキが帰るまで起きなかったし、出会ってないだろ。なんで周りの方が覚えているんですかね。おお、確かに。じゃあ最初に話したのはいつだったの？ゆいさんがよく大学に来るようになってから。会った時に挨拶とかはしてて、あ、わかった。シュークリームもらった日だ。え、シュークリーム？うん。瀬尾さんのスカウトに賛成か反対か、ゆいさんに初めて聞かれた日。結構、まあスカウトとしては終盤の頃だよね。どんな印象でしたか？印象気になりますね。美味しかった。まったく。シュークリームの印象は聞いてねえんだよ。マイペースな回答ですね。だいたいよく知らない相手から受け取ったものを食うな。もうお母さんだよね、ツッコミがね。知らない人じゃなかったよ。みんなが仲良くしてる人だし。最初に会った時から、ゆいさんはきっといい人だなって思ってたから。そうか。でも、シオンくんは反対だったんだよね、瀬尾さんのスカウト。あのね、いい人かどうかっていうのと、瀬尾さんのスカウトに賛成するかどうかは、別のことだから。って、あの時、ゆいさんにも言ったんだ。確かに言っていましたよね。なんで仲良くしてくれるのっていう疑問に対して、そう答えてくれました。ごちそうさまでした。美味しかった。よかった。お腹空いてるならもう一つ食べる？いいの、食べたい。でも、ん？食べたらいい返事しないとダメ？だったらいい。いい返事ってどういうこと？俺はスカウト反対だから。目を丸くした次の瞬間、ゆいさんは大きな口を開けて笑った。ごめん、だって、もうすでに一つ食べちゃってるのに。返す？大丈夫、このシュークリーム、賄賂じゃないから。ただのお土産です。よかったら食べてね。それって、本当？本当。じゃあ、いただきます。召し上がれ、食べ盛りですからね。はぁ、笑った。おかげで肩の力が抜けた。確かに空気がちょっと柔らかくなった。そのシュークリームは賛成してもらうための賄賂ではないんだけど、その美味しさに免じて食べてる間だけでいいから私の話聞いてもらえたりする？え？シオンくんが反対する理由もできれば教えてほしいです。何も聞かずに分かったって諦めるわけにはいかなくって。ねえ、どうして？どうして？俺の言葉を繰り返したゆいさんはちょっと眉間にシワを寄せた。あ、すごくちゃんと受け止めてくれた。少し視線を下げて考えた後、まっすぐ俺の目を見てゆいさんは言った。大事な仕事だから。まあね、この時ね、ヒロイン目線からすると、もうこのシオンくんは自分の芯を曲げないタイプなんだろうなっていうのを踏まえた上で接していたんだよね。わかった。いいよ。そんな感じでしたよね。ほら。それが仕事だからって。あの質問にユイさんと同じ答えを出す人は他にもたくさんいると思う。でも、あの時のユイさんみたいな受け止め方をしてくれる人は、きっと、あんまりいない。まっすぐ投げたものがまっすぐ返ってきたことがすごく嬉しかった。だから俺が勘違いしちゃったことはあったけど、ゆいさんはずっとそういう人だった。出会ってから今までずっと。そして今は彼女のことをどう思っていますか？なんて答えるんでしょうね。気になります。俺のこと好きでいてくれるゆいさんのこと、俺もすごく好き。あ、
人としてってこと。ちゃんと言わないといろいろ大変なことになるからってカナが言ってたから、一応カナメくんも保護者になってるんですね。まあとにかく俺は俺の好きな人には幸せでいてほしいから、ユイさんにもたくさんいいことがあるといいなって思う。いつも思ってるからね。そして瀬尾成美教授のビデオメッセージに続いていきます。あなたと彼女の出会いを教えてください。どんな出会いでしたっけ？最初の約束の日は急な予定で都合がつかなくなってしまって、会えたのは2度目に来てもらった日だったね。確かあれは朝方に雨が降って、それからよく晴れた日で、今日は窓からいい風が入りそうだと思いながら研究室のドアを開けた。そこに君が待っていた。この辺を鮮明に覚えているということは、まだこの段階はそんなに感情を揺さぶる出来事ではなかったということでしょうね。冷静に捉えている感じがします。どんな印象でしたか？第一印象どう捉えていたんでしょうね。人と向き合った時、俺はほとんど無意識にいろいろと拾ってしまうから、その人が見せていないものを勝手に覗いてしまわないように気をつけていて、だから君がどんな人なのかという部分はなるべく見ないようにしていたんだけれど、いつも柔らかな人だと思っていた。自分を守るためではなく、周りを傷つけないための優しい膜をまとっているようだと。素敵な表現をしますね。さて俺は何の話をしようかといろいろと考えてみたんだけれど、昔のことで今の君に話して伝えたいと思うようなことはどれも俺の中には残っていなくてね。感情を揺さぶる出来事っていうことこそ記憶から抜け落ちてしまうからね。当時の手帳の中から一つ選ばせてもらった。覚えておきたいことっていうのはね、そうやってメモをしています。俺がクソガキさんを傷つけてしまった時の話をしようと思う。この記憶は残らないと思った。だから書き留めることができてよかった。どうもありがとう。研究室の机に置いてあったチョコレート、この間瀬尾さんが食べてみたいって言ってたチョコです。美味しいからまた買ってくるね。お仕事お疲れ様です。添えられたメッセージを見ても、自分が食べたいと言ったことも思ったことも俺は思い出せなかったけれど、俺が取りこぼしたものをまた彼らが救ってくれた。それを嬉しく少し申し訳なく思った。その様子をクソガキさんがそばで見ていた。記憶が失われる瞬間を目の当たりにしてしまったんだよね。かけられた声にそちらを見ると、彼女が泣き出しそうな顔をしていた。これはクソガキさん、彼女はもらってしまう人。ああ申し訳ない。そうか、クソガキさんを待たせていたんだったね。手早くメモを取って話を切り上げた。今後彼女といるときは手帳やメモの扱いに注意、寄り添わせない。君は人の痛みを想像してそのままもらってしまう。場合によっては本人が気づいていない痛みにまで寄り添って傷ついてしまう。そうだね。俺が人の心の中身を覗けてしまうのに似ていて、自然に無意識にそうすることが当たり前になっているようだったから、とても心配だった。なるほどね。まあ瀬尾さんもそういう意味では寄り添うタイプなのかもしれませんけどね。だけどきっと君の周りで君を大切に思う人たちも同じかそれ以上にいつも君を案じていたはずだよ。今も
今は彼女のことをどう思っていますか。まあ、この辺もね、瀬尾さん負担がかかるだろうに話してくれたんだもんね。彼女は小さな蝶であり、その蝶を起こす柔らかな風だった。これは都築さんの小説に出てくる一節だけれど、俺が知る限りの君を表す言葉としてこれ以上のものが見つからなかった。これはね、書籍化されたその七死事件を通じた、まあ、モデルの話ということでしょうね。本当にそう思うよ。蝶なんて些細なもんじゃないでしょ。いいか、アンポンタン、調子に乗るだよ。お前はもっとやかましくてずぶとい生き物だ。照れ隠しです。おい、お前らは終わったら覚えてろよ。さて、クソガキさん、これからも元気で、できれば笑顔で、自分の人生を自分のために生きてほしいと思う。クソガキさんがどこへ向かうことを選んだとしても、人の幸いのために日々を懸命にかけてきた君が与え残し変えたものは、この先も変わらず息づいていくから。どうか自分の選択を信じて。深みのあるメッセージですよね。まあ、本当このビデオメッセージの意図が気になりますけどね。また会える日を楽しみにしているよ。ずっと走っていた気がする。先の見えない道をただ必死に。何のためにどこへ向かっていたのか。お、ないこと。どういうことでしょうね。それが私の、あれは誰の言葉だった？何か引っかかることがあるんですかね。はじめましてと言った方がいいかな。実家となっていましたね。関と言います。ヒロインと関さんがはじめましてのような、なんだろうね、匂わせる感じの展開になってますね。今はわからないと思うけれど、俺は麻薬取締部捜査企画課に所属する君の上司です。と言ったところで、ストーリー3が区切られておりますので、今回はここまでとさせていただきましょう。この感じはヒロインが記憶を失ったということ、それを補うためのビデオメッセージということ、だとしたら、さっきも話題に出た都築誠さんが小説化してくれた七死事件を戦った物語に出てくるヒロインこそ自分自身だから、記憶を補ってくれそうな気もしますが、まあ、きっとそんな単純な話ではないのでしょう。続きが気になるところではありますが、そんな感じで引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解いていく乙女ゲーム実況のコンセプトでやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。